オムライスじゃい。キッチンを使わないからね。キッチンがすごく綺麗でございます。でまず順番としては、前回のカレーの時に学んだ、まずは具材から温めていこう。玉ねぎと人参をみじん切りにします。あーすげえ、料理配信だよ。ちゃんと調理器具があってさ、こういうことしたかったんだ僕は。作り方はなんとなくわかる。でカレーで予習してやるから、言うて怖い。ねえちょっと待って、これなんだ。これなんだねえ、これなんかこうなっちゃうんだけど、これねえ、まあでも機能してるからいいのか。なんか細くなるんだけど、これなんだよ。よいしょ。はい、皮がきれいにむけました。うわー、玉ねぎ怖い。玉ねぎって最初どうやって切ればいいんだろう。まずはこうか、まずはこっちでいいのか。うん、まずはこう切って、玉ねぎそんな入れるとな怖いからな。そんな俺好きじゃないんだよね。こんなもんかい。こんぐらいでいいか。事故は絶対起きないから、そこは安心して。でこいつをみじん切りするってなんだよ、怖っ。よし、包丁ささっと使えるようになったらかっこいいな。はい、玉ねぎのみじん切りも完成。 OK、 次にお肉に行きます。一回ここ置いて、前回も言ったけどさ、すげえ DM が来て、前回の料理配信の時にここはこうしてくださいっていう。まな板は頻繁に洗った方がいいらしいから、そこはちゃんと守っていきます。でキッチンペーパーで拭くと。いや用意が完璧なんだよな。あーでかすぎるかな、ちょっとでかすぎるな。こんなもんか、もうほんと一口サイズでいくわ。でかすぎる、わかんない。でかいよりちっちゃい方が失敗が少なそうだから、ちっちゃくいくわ。多分でかいと火が通ってないとかいう問題が起きるでしょ。おっしゃ、なんか普通に俺料理できてるかも。ほらこんぐらいのサイズ感ねえ、悪くない。でこれを、肉をこのプレートの上にのせます。やっぱ作ったことありまくるやつってできちゃうんだな。でこんな感じ、ほらこの調子でいきます。でまな板を、生肉を洗って切った後はきれいに洗いましょう。これ忘れないように皆さん。これはね、忘れてました。これ前回ね、カレー作りの時怒られました、リスナーに。でちょっと待ってよ、順序をさ頭の中で整理させて。ちょっと待ってね。具材を焼きます。それでご飯だ。はい、炊飯器まだ買ってないんで、ご飯はねこれチンしておきます、パッと。でご飯が炊けるから手際よくいっちゃうぜ。手際よくいっちゃう。でこの間にもう野菜たちを焼いて待ってよ。何でいった方がいいんだろう。これもバターの方が良かったりすんのかな。1個丸々ベッて入れちゃいます。はい、で火をつけまーす。よいしょ、うん、大丈夫ね、安全確認ないね。はい、火をつけますと。 OK、で箸を使ってバターを溶かしていく。なんだできるじゃん。もうちょっと難しいのに挑戦していいかもな。順調すぎてなんか見応えないんじゃないかな。普通にできちゃうぞこれ。なんか色を貸してね。これいっちゃっていいのかな。あいっちゃういっちゃういっちゃう。よっしゃ。で野菜はバターの香りいいわー。すげえバターの香りいいわー。これバターもう一個追加しちゃうからバタバタにして、これバタバタにするわ。バターって多分入れれば入れるほどうまい。これはこれもう一個追加しちゃう。おい最高だな。ちょっと待ってね。はあ彼女のこっち、彼女に食わしてやりてえ。これを味付けってケチャップだけでいいのか。いやもうちょっと待ってよ。味が薄いのが一番嫌だからもうこの時点で塩コショウしちゃう。一回また火通す時になんか料理番組とかで火を通す時に塩コショウしてた気がする。もうこの時点でもう塩コショウある程度こっちに味付けしちゃって、なんかオムライスにこんなゴロゴロしたの入ってねえな。まあでもいい色になってきた。まあ若干赤いのあるけどこっからご飯入れるペースに入るし、ちょっといっちゃおう。でご飯も入れちゃいます。これご飯入れます。あっちあっちで混ぜるよ。ちょっと肉がでけえなこう見ると。いやでもいい色してない？今の時点でもううまそうだよ。ちょっと見てほしい。ほらねえへらかったわ。そういえばたまにコメント見に行くべきだ。そういえば俺へらかったやん。いいねー。あっであれですよ。これはあれだよ、チャーハンじゃなくて俺のケチャップ知ってる？とって成長すんだな。カレーの段階を経てよかったね。俺おいしくないオムライスは食いたくないからマジで冗談じゃなく。カレーのその段階がなかったら料理の手際っていうのがなんとなく分かってなくていろいろ失敗してたかもしれない。今のところほぼ失敗されてこれてるから。はいはい。これが少ないか。ちょっとねケチャップのこと忘れてた。実はこれちょっと告白するんだけど、バター2個入れたやん。あんまケチャップを入れるとベタついちゃうからこれちょっとこれ限度だね。もうケチャップは入れられない。これ以上はちょっと想定外だった。ケチャップ入れないといけないの。バターでその水分的なもんは終わりだと思って。いやでもよ見て一発ちょっと味見いってみるか。味見いただきます。薄いな。薄いぞ。ベタついてはないけどちょっとオムライス自体の味がなくなっちゃう今のままと。で次卵なんだけど、一回片付けるわ。で、卵に取り掛かります。卵は菅原家はかなりこだわりがあるんで、ちょっと牛乳忘れたのかな。ちょっとショックかな。牛乳の代わりにバターで代用というか、そこでちょっとクリーミーさを出していくわ。卵はフライパンが大きいのでちょっとね贅沢して3個使っちゃおうと思う。あ、ちょっと飛んだかな水分。うん、はい。ちょっと待って。もありか。盲点だったな。おこげオムライス、そっかそっか。でこれで余熱でいっちゃおう。はい、放置。で卵は片手で割ります。ちょっと割れましたけど、これ卵ご飯が本当に大好きで、卵だけはねめちゃめちゃ割ってるからさ、片手できちゃうんだよな。ハウルみたいじゃない？かっこよくない？女性リスナーのみんな、いけちゃうでしょ。これ混ぜます。俺絶対このビデオ見直そう。かっこよすぎるでしょこんなん。卵割ってこのボールでかき回す男の様、料理人って感じしてるな。はい、そして卵の中に入れるのが、はい、こちらまずはとろけるチーズね。これ必須だよね。これをこう指でちぎりながら入れていっちゃう。で卵3つでちょっとチーズ少ないかな。もう1枚いくか。もう1枚いっちゃおう。で塩コショウも少し、こっちにも味付けをね入れて、さっき使ったトレーの上に1回ご飯を戻します。はい、卵フェーズに入ります。卵の、待って待って、体だけしてる。体だけはすんだよ。体だけはすんだよ。体だけはしません。はい、でバターを溶け込ましていきます。卵ちょっと待ってね、手際よくいかないとな。いくよ。はい、ちょっと混ぜるんだよな、確かな。混ぜないと焦げついちゃうもんな。待って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 、ちょっと待って、計画がずさんだった。この上にさ土台が出来上がるじゃん、卵の。この上にご飯をのせるの？それとも卵ができたら卵をご飯の上にのせるの？どっち？どっちどっちどっち？ちょっとできちゃうんだけど。どっちでもいい？じゃあ俺こっちのこっちに乗せるわ。形整え。もう来てる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 。熱っ！いけ！ああ終わった、失敗だ終わったまた再起できるかこれ。相談外。よし、作戦会議作戦会議。じゃあ一回作戦会議。こっからチャーハンにできると思う。俺さ、もうパッと見で今思ったのは、これはオムライスだってなんなかったの。チャーハンになった。俺の脳みそはそう感じ取ったんだよね。こっからチャーハンにできるよね。これいけるでしょ。こっからもうチャーハンにしよう。チャーハンって多分こう生まれた。オムライスを作ろうとしたんだけど、ちょっと待って、できるか？いやでもいけそうだぞ。チーズのねとろみが逆に邪魔になってる。いらないこれ。もうちょっとパラパラの方が良かったな。オムライス食べたかった。オムライス食べたかった。なんでチャーハンだったの。オッケー完成。正しいチャーハンの作り方。題名。さて、食していきましょうか。ちょっと一回片付け入りましょう。ほい。ちょ、怖いな。完成です。よいしょ。スタート意外とうまそうでしょ。スタートでございます。最初からこれを作ろうとしてたんでね。さていただきましょうか。いただきます。うまい。めちゃめちゃうまい。ケチャップのね香ばしさがあるんだよね。チャーハンなんだけど、なんかね普通のチャーハンと思って食ったらほわーんとねケチャップの香りがする。なんかそのね甘くて美味しい香りも味も。飲み物も飲むか。じゃん。この前雷神が飲みに来た時に残してたレモンサワー最高じゃない。ちょっと待ってねいただきます。あーうまっ。あーうまい。前回のカレーが95点、今回のスタ丼が80点かな。いい気なし。これ本格的な採点。自分の作ったものっていうのをなしにして80点。美味しいんだけど食べたいのこれじゃなかった。別に俺オムライス食べたかったからっていう点での減点が大きいかな。俺昨日から言ってたんだって。昨日からツイッターでオムライス食べるよって。オムライスのつもりだったからずっと。ごちそうさまでした鳥さん。ありがとう。俺のために生まれてくれて。